レディングは、イギリスのイングランド南部バークシャーのタウンカツバラで、単一自治体である。人口は、約14万5000人。テムズ川とケネット川の合流地点に位置している。中世後期以来の繊維産業が盛んなほか、近年は、IT 産業、保険業なども成長している。19世紀末に建てられたレディング大学があり、多くの学生も生活している。近隣の都市としては、 約60キロ東のロンドン、40キロ北西のオックスフォード、60キロ西のスウィンドンなどが挙げられる。レディングには1990年からしばらくの間、日本の学校法人、行政国際学園が運営する大学、英国行政国際大学が置かれていた。871年、この地でウェセックス王のエゼルレットとアルフレッドがデーン人と争った。 多くのデエンジンを撃退したものの、デエンジンに敗れて一時は彼らの支配下に置かれた。その後復興が進み、11世紀後半のドゥームズデーブックでは多くの人々が居住していたことが記されている。12世紀前半に設けられたベネディクト派の修道院がレディング発展の土台となり、13世紀半ばには商業上の特権を認められた。 中世後期より毛織物工業で発展したが、17世紀、半ばのピューリタン革命では、議会派に攻撃され、一時外は荒廃した。レディングの修道医の後、ありがとうございます。